スチュアート島とは、ニュージーランド南部の島である。南東との間は、方々海峡で2 3トル隔てられている。スチュアート島の位置スチュアート島の衛星写真かつて、先住民のマオリ族が島にいたという痕跡がある。島は、現地のマオリ語で、空が赤く燃える場所を意味する、ラキューラと呼ばれていた。1770年に、ジェームズ・クックにより発見され、 海図に組み込まれるが、それは不定格なもので、南東の一部の半島であるかのように描かれていた。1809年に、ウィリアム・スチュアート大尉により、正確に島が図表にされた。スチュアート島の名は、彼の名にちなんで命名されている。スチュアート島は、行政区分としては、南東のサウスランド地区の一部である。スチュアート島の面積は1746。 平方キロメートルで沖縄本島の1.5倍弱、人口は402人、中心地はハーフムーンベイにある集落大ンである。スチュアート島へはニュージーランド南東南端のインバーカーギルからスチュアートアイランドフライツの航空路線が、同じくブルーフからフェリー路線が運行されている。スチュアート島は山がちな火山島で自然が豊かで、 2002年3月に島の85%近くがラキューラ国立公園として国立公園になった。これは世界最南端の国立公園である。公園以外も島のほとんどが原生林で野鳥の宝庫となっている。野生のキウイを観察できるのもここだけである。また避暑地として観光客も訪れる。ありがとうございます。